休み時間、今回は新宿にやってきました。のらりと歩いていたら道を間違えたことに気がついたので戻ります。この細い道を歩いてお店に向かいます。前から来てみたかった磯丸水産に来てみました。ちょうちんが30個近くあって盆祭りって感じがします。じゃあこちらがお好み店目光の一夜干し、チーズかまぼこ、飲み物チェックから始まります。ハイボールの種類もたくさんありますが、ストレートが好きなので3つにします。前日から焼き物絶対食べるって決めてるので焼き物以外は頼みません。一番人気の亀味噌甲羅焼きと浜焼きセットバター醤油を注文します。すぐにハイボール3杯が届いたので、お通しを焼いてる間に1杯目を半分ほど飲みます。おつまみになりそうなものを先に焼いています。浜焼きの焼き方はタッチパネルにある QR コードで焼き方が動画で見れるらしいですが、私は見ません。気づいたら小さなお魚が網にへばりついちゃってました。もう皮がくっついて身がボロボロです。なんとか2匹目は無事にしたかったんですけど、触れば触るほど崩れていきます。焦り笑いです。見た目はサキイカです。お魚フレークってあるじゃないですか。あんな感じだと思えば、まあお腹に入れば一緒なので、全て捕まえて食べていきます。ちょうどいいお通しのおつまみで一杯目がなくなりそう。見た目より青のり感あって美味しい感じがします。桶の仕組みを確認中。カニ味噌はグツグツしたらかき混ぜるらしいです。味見が想像以上に美味しかったです。カニ味噌苦手なタイプですが、これは食べやすかったです。2杯目に移ります。ほっと一息ついたところで突然壁に関心を持ち始めます。ライトが当たると金になるらしい。カニ味噌がグツグツしてきたのでかき混ぜて食べます。ちょびちょび箸で食べてますが、スプーンでパクパク食べたくなるぐらい美味しい。間違って1杯目の殻お水になったものを飲んでます。氷水飲んだだけなのにじろって見てくるやつ。のんきにカニ味噌に溺れていたら、ホタテから汁が出ていることに気がつきました。一人バーベキューみたいな感じでてんやわんやですが、これはこれで楽しいです。どうでもいい順番でわちゃわちゃしています。案件でも何でもないですが、実際フラッとお店に入って目の前でグツグツしてるものが食べれるという世界は素晴らしいです。しっかり2杯目も飲み干してしまいます。ホタテ好きが笑顔になってます。殻の行き場がないので、お通しが乗ってたお皿にお皿を移します。
一人で食べるのに2個ずつ焼くのかよって思われてる方いるかもしれませんが、2つとも一瞬でなくなっちゃうのでへっちゃらです。エビだけまだ焼きます。どう食べようかなってニヤニヤしてましたが、とりあえず頭を取らねばなりません。エビを焼いた後に皮を取るのが苦手なのでそのまま食べます。きっと皮は剥いた方が良いんだろうなとは心の中で思ってます。エビフライとかってカリカリになるようにサクサクの衣ついてるじゃないですか。それが殻が衣代わりみたいな感じで全く気になりません。ちょっとだけ喉に突っかえますが美味しいです。人差し指ピンって立ってるのは誰かに指差しをしてるわけではなく、甲羅を持つバランスをとってるので気にしないでください。カニ味噌、ちょっと後半で思ってることが、ハイボールじゃなくて日本酒と一緒に食べたかったなとか今更ながら考えてました。結構早い時間に来たのですが、もう皆さん賑やかな感じになってます。大好きなホタテなので真剣です。このホタテすごくて、殻付きなのにちゃんとあの黒いところが切られてるんですよ。おお、こんなホタテ欲しいと思っちゃいました。口の中パンパンですが、次のホタテを取ってバター醤油味につけます。浜焼きと一緒にバター醤油がプラス50円で頼めたのでやってみましたが、実際私は必要なかったです。バターがなくても食べられるぐらい美味しかったので、バター醤油はホタテの時しか使いませんでした。気づいたら3杯目飲んでたので4杯目と5杯目を頼みます。エビ2本目です。1ヶ月分の焼き物食べた気分で結構大満足。焼き物も後半戦に差し掛かってきました。黒い炭が顔につきそうだなと思いながら恐る恐る食べております。絶対顔についたと思いましたが何もついてなかったです。無意識に尻尾まで食べてました。よく噛んでハイボール。ハマグリは初心者なので貝の焼き方に基づいて焼いてみます。イカが少しずつ縮んできてとっても美味しそうです。手元に食べ物がないので匂いをつまみにグビグビやっていきます。ちょこまかチビチビ飲んでおります。焼けてそうなところから切って食べていきます。マヨネーズにちょんちょんしていただきます。思いのほか噛み切れなくて前歯でぎっしり噛みました。イカを持ってのドヤ顔はうざめです。噛めば噛むほど味が出るので長く飲み続けられます。ハマグリの容態確認です。着方について再度確認します。貝の付け根をぶっちんと切るんですけど慣れないので苦戦しています。ハマグリはお吸い物とかのイメージなので
こういう会は初めてかもしれません。ハマグリの出汁が出てて塩気があって美味しいです。ラスイチハマグリどーん。顔をピトッと皿に戻しまして、またザクザク切っていきます。ハサミでも海鮮切れるんだなと思って見ております。お家にキッチンバサミないのですが、1個あると便利だなと思いました。お醤油をつけて食べてます。マヨネーズもいいですが、お醤油とイカの組み合わせは最高です。ちっちゃい頃にお父さんがマヨネーズと醤油をなんか混ぜて食べてた気がして、それの名残で私も醤油ベースのマヨが好きになりました。最後のハマグリは汁を漏らさないようにしっかりと丁寧に扱います。最後の5杯目突入です。貝焼くタイミングってそんなないので、小さい頃からお父さんがいつも焼いてたイメージがあります。自分で慎重に焼くのは初めてに等しいです。焼き目をつけたらぷっくらして可愛くなりました。チーズが入ってるので中が激アツです。ハイボールが疲れ切ってるように見えます。なぜか1回転半しちゃいました。皆さんの楽しそうな声が響き渡る中、ハマグリで熱々になってる喉をハマグリで冷却。5杯目も飲み終わり、完食しました。全部美味しかったです。何が美味しかったかと言われたら、カニ味噌とホタテが一番。次何食べようかなと歩いております。すいません、バナナチョコです。私はクレープといったらチョコバナナしかありません。そのぐらい愛してます。このクリームとバナナとチョコっていうシンプルな組み合わせが一番昔から変わらず大好きなんです。定期的に口拭いてるんですけど、唇の上だけずっとクリームが取れてないのが恥ずかしいです。本当はモザイクかけたかった。ちょっと南国気分で沖縄料理のお店に来ました。今年南の方に行くので、沖縄系の料理をどんな味か覚えてから行きたいと思って頼んでみます。ちょっと揚げ物系食べたいなと思っていくつか頼みました。まずはお水で一旦クレープをすっきりさせてからハイボールを飲みます。珍しい形の避難はしごと太鼓。私は2階のカウンターにおります。タコスあげましたっていうやつです。調子乗ってたから落として反省した顔で食べます。ちょっと油っぽいけどサルサがついてるから結果的にいい感じです。九州とか南の方ってあんまり行ったことがなくて、去年一人で屋久島に3泊4日で行ってきました。その時は民宿だったので夜ご飯はそこで出るから良かったんですけど、今回は素泊まりなのでご飯何にしようかなと今から考えております。食べてて気づいたんですけど、タコハルは
ビールの方が合いそうな気がします。ありったけのサルサを乗せてパクッと。カリッカリ。お芋の天ぷらとコロッケ。甘くておやつっぽい。学校帰りとかに食べたくなる味です。コロッケ食べてたらメンチカツ食べたくなっちゃいます。天ぷらの方は衣がブニョブニョしてました。個人の問題ですが、天ぷらはサクサク派です。最後の締めに卵おにぎり頼んでみました。おにぎり2つぐらいのお米の量と、その中に卵とスパムが挟まれていて、手軽なサンドイッチって感じです。かなり分厚いので口をあんぐり開けないと食べれません。今回の新宿周辺ご飯いかがでしたでしょうか。生クリームが口についたのが一番の失態でした。磯丸水産のカニ味噌について調べてたら、冷凍でも買えるらしいです。私調べなので間違っていたらすいません。基本お家から出ないタイプなので、ご褒美としてカニ味噌甲羅焼きを買おうか迷ってます。来週の動画はこれから撮影しに行くので、どんなものかまだお伝えできないですが、楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。